アメリカン・アニマルズは2018年のアメリカ合衆国イギリスのクライム映画ドキュメンタリー出身のバート・レートン監督の長編劇映画デビュー作で出演はエヴァン・ピーターズとバリー・コーガンなど2004年にケンタッキー州の大学生4人が襲撃が欲しいというだけの理由でトランスシルバニア大学の大学図書館から時価1200万ドルの ヴィンテージボンを盗んだ実際の事件をすでに刑期を終えて出所した本人たちのインタビューを織り混ぜて描いている。2018年1月に開催されたサンダンス映画祭で初公開された。退屈な大学生活を送っていたウォーレンとスペンサーはくだらない日常に風穴を開け特別な人間になりたいと日頃から願っていた。ある日、二人は大学の図書館に 時価1200万ドルを超えるジョン・ジェームズ・オー・デュボンの歌集、アメリカの鳥類が保管されていることを知り、それを盗み出すという計画を思いつく。二人は、エリックとチャズを仲間に引き入れ、入念な計画を立てる。そして四人は、特殊メイクで老人の姿に変装し、ついに計画を実行に移すが、失敗を連発してしまう。カッコ内は日本語吹き替えオーレン・リップかスペンサー・ラインハード。 ジャズ、アレン、エリック・ボサ作、ベティ・ジーン・グーチはすべて本人が本作に出演し、インタビューに答えて事件当時のことを語る。ラインハードの両親、アレンの母親、リップカの父親、犯人たちの教師の一人も本人として出演する。ロッテントマトズによれば、204件の評論のうち89、89%に当たる181件が高く評価しており、 平均して10点満点中7.68点を得ている。メトクリティックによれば40件の評論のうち高評価は27件、賛否混在は11件、低評価は2件で平均して100点満点中68点を得ている。ありがとうございます。